新バスを運行している阪急バスの子会社で阪急阪神東方グループに属する1964年5月1日に運行開始空港営業所の敷地は池田市と豊中市にまたがっており法人住所は2017年3月まで大阪府池田市だったが2017年4月に現在の本社ビル社屋がある大阪府豊中市へ変更した 株主は阪急バスが100%保有している。伊丹空港発着便については市街地中心部へ乗り入れることで高いシェアを維持している。営業所は大阪国際空港近くに空港営業所と空港南営業所を設置。校舎は主に関西国際空港関連の路線を担当する。元は 1950年3月末日創立で、阪急電鉄が発起し、関西大手私鉄5社の共同経営として、設立された、関西観光自動車株式会社である。関西観光自動車は観光バス専業者だけに、とどまらず、日本航空と契約して、伊丹空港大阪市内の空港輸送を行い、極東航空とも業務提携し、空港送迎バスの運行も始めた。 その後、共同運営していた私鉄各社が自社で貸し切りバス事業に進出したことで、1954年12月に阪急電鉄直径となるが、経営の不合理を排除するため、1962年4月に阪急バスに吸収合併された。これにより関西観光自動車が日本航空と契約していた空港送迎バスの輸送も阪急バスが引き継いだが、 日本航空と阪急バスは空港連絡バスに特化した会社の必要性を感じたため1963年6月25日に日本航空と阪急バスがそれぞれ50%出資して大阪空港交通株式会社が設立された。これより前の1958年2月に阪神バスが 全日空と貸し切り契約を結んでいたため、会社設立時は、半球イコール日本航空、半信イコール、全日空の関係となっていた。九百六十四年五月一日に、大阪、京都、神戸の三路線で運行を開始したが、日本航空系の会社ということもあり、いずれも、日本航空の支店、営業所を発着地とし、乗客も運行当初は、 日本航空の利用者と、その送迎者、日本航空の社員に限定されていた。しかし、開業当初は累積赤字に悩んでいた。そこで、日本航空利用者に限定していた方針を改めることになり、まず1966年に京都線で競合していた、藤田観光自動車の路線を譲り受けたが、その路線は、 全日空の京都営業所があった京都国際ホテルを発着地にしていた。上等受け京都線を京都国際ホテルまで延伸し、京都線は大阪空港交通に一本化された。神戸線についても1968年10月に阪神バスと相互運用することになり、神戸側では日本航空、全日空双方の営業所に乗り入れることになった。 さらに1969年2月1日に、伊丹空港に、新しいターミナルビルが完成。これにより、航空会社別にあった待合室が統合されたため、日本航空利用者に限定することが完全に困難になり、1970年12月正式に、日本航空利用者限定の規定が撤廃された。これと、 愛前後して1966年12月1日に、京都線が、名神高速道路、1967年11月に、大阪線が、阪神高速道路、1968年10月に、神戸線が、名神高速道路経由となり、所要時間の短縮が、図られ、利用客の増加につながった。1969年には、初の新規路線として、 南波線、大阪中央線が開業。特に南波線は基幹路線の一つとなった。1970年の日本万国博覧会の際には、伊丹空港と万博会場を直結するバスが運行された。万博終了後も、新規のバス路線やバス停の再編が行われ、1971年3月に新大阪駅を結ぶ路線が開業。 1975年10月には京都線を京都駅前を経由するルートに変更。1976年8月には安倍野線が開業した。車掌については当初日本航空と阪急バスの接班出資だったことから日本航空の鶴丸マークに阪急電鉄の車掌を組み合わせたものが使用されていた。しかし日本航空利用者以外にも 利用可能になったことからこの車掌では不具合となり1978年に会社の略称の OKK、OK、を用いたものに変更した。1994年に関西国際空港が開港。これに伴い関西空港から大阪駅前、神戸、伊丹空港を結ぶ路線の運行が開始された。反面、関西空港の開港により、 伊丹空港路線利用客数の減少を招き、道路線の減便が進められた。一方で新規路線の開設も行われ、1997年7月には、関西空港と京都を結ぶ路線。1998年7月には、第二半な道路を経由した伊丹空港と奈良を結ぶ路線。2000年5月には、伊丹空港と姫路を結ぶ路線。 2001年には、同年にオープンした、ユニバーサル・スタジオ・ジャパンと伊み、関西両空港とを結ぶ路線が運行を開始した。2007年に、日本航空インターナショナルが35%の、株式を、阪急バスに譲途。阪急バスの出資比率が85%となり、同社の子会社となる。その前年には、阪急 阪神の経営統合により、阪急阪神東方グループが発足、大阪空港交通もその一員となった。なお、2020年6月1日をもって、貸切事業を廃止している。方面の後のは共同運航会社出発は、南北ターミナル間の中央ブロック。到着は、南ターミナル、北ターミナル。出発は、旅客ターミナル1階。 到着は旅客ターミナル4階。川西線の車両。短距離のため一般路線バスに準じた中扉付きであった以下の路線同士を、太字停留所にて当日に乗り継ぐ場合、出発地にて乗り継ぎ割引乗車券を購入できる。ピタパイ効果は、伊丹空港及び関西国際空港発着の以下の便で使用できる。 2016年4月1日よりスイカなど交通系 IC カード全国総合利用サービスにも対応した。2009年10月1日に廃止された川西系統ではピタパイ公開に加えてスルッと関西対応時期カードも使用可能であった。三菱不装野郎エース純正ボディ使用者2020年7月現在105台が在籍し、在籍比率は 日野車と三菱不走車が40%台ずつ、残りは椅子図車、日産ディーゼル車が1割弱ずつ在籍する。2004年式以前は、空港路線用は三菱不走車のみが使われ、西日本車対抗行政のボディが仮装されているのが一般的であった。ただし、三菱不走車でも純正ボディが仮装される場合もあった。また2010年に、 西港が解散した以降は、すべて純正ボディでの導入となっている。2005年以降 UD 車、J バス製も投入されている。三菱不走エアロエース発売以後はこちらも、積極的に導入されている。一般的な空港リムジンの専用は、東京空港交通などで、一般的な直結式クーラーではなく、長らく、サブエンジン式を標準としていた。 関西国際空港発着の一部にはトイレを装備する。現在の塗装は白と青をベースとしたデザインでラッピングを施した車両も多いほか、後面には広告看板、ステッカーが取り付けられているのも特徴である。ありがとうございます。